今回ホワイトベアのこのまま使える固形燃料160を紹介します。紹介とメンテナンスです。昔からある固形燃料、自分が初めて買ったストーブは小学生の頃に米軍払い下げショップで買ったこういった固形燃料、当時は多分これぐらいある大きな固形燃料を初めて買いました。それ以来固形燃料が好きで未だによく使ってます。でこれサイズ的にはちょうど110缶サイズです。 GSI のミニマリスト、110缶を入れるとこんな感じ、160を入れるとこんな感じです。エバニューの400カップちょうど入る感じです。こちらはトランギアの夜間の蓋、この夜間の蓋にちょうどぴったりとはまります。こんな感じ、もう落ちないぐらい。これがエバニューの400にぴったんこサイズ、こんな感じです。いつも使ってる組み合わせです。トランギアのハーフパイントマグ、これにももうぴったんこサイズ、ぴったりで気持ちいいのでこれをよく持っていってます。でこれに磁着包帯、これで1セット。こちらはアウトドアショップで600円しない程度で購入できます。燃焼時間は1時間ほどです。蓋の隙間はペンキの蓋みたいな感じです。ちょっとしたヘラが必要です。で自分の場合いつもナイフ使って開けてます。ずっと使ってるのでこんな感じで、使っていくと表面が硬くなって、しかも深くなっていくので、深くなっていくと酸素が入っていかないので火力が落ちます。本来はもちろん使い切りなんですが、もったいないので自分は100均で売ってるこちらの固形燃料を付け足して使ってます。それともう一つ、使う時にちょっとほぐしてやるとつきやすいです。このままだとなかなかつかなかったりします。付け足します。一つ付け足すとこんな感じです。もうこれで普通に使えます。蓋がきっちりと閉まるので固形燃料は蒸発しやすいんですが、意外と長持ちします。付属のごとくも意外と使いやすくて、置くだけなんですが結構シェラカップなども安定して置けます。でもちろんこういうカップも安定して置けますし、風防効果もバッチリです。今は冬なのでこれでお湯を沸かすのは結構大変です。使うのはもうあったかいシーズン、お湯を持って行った時のちょっとした湯沸かしとして使ってます。今回はホワイトベアのこのまま使える固形燃料160を紹介しました。火を一度つけてみます。こんな感じの炎、火を消す時にはナイフなどを使ってこれを一度溶かして蓋を酸欠にして火を消します。